タレントの中居正広がこのほど、都内で行われた7月13日に TBS 系で生放送する8時間の音楽特番「音楽の日2024」、52、「ゼロの取材会に共に総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーと出席した。写真、長年タッグを組む安住アナとがっちり握手の中居今年で14回目を迎える同局夏の風物詩。 すでに40組以上のアーティストの出演が決定した中、キグクリンスとナンバーアンダーバーア i が初共演することが分かり、話題となっている。ナンバーンダーバーア i の岸優太、平野翔、神宮寺優太の3人は昨年、キングを脱退し、旧ジャニーズ事務所を退所。その後、滝沢秀明氏が代表を務める芸能事務所、東部に所属し、3人でグループを結成した。 一方のキングは永瀬廉と高橋海斗の2人で活動を継続。再会に注目が集まっている。中井はこの件について、独立したからとか、してないとかアイドルだけじゃないんでねと前置きし、レコード会社とか事務所を変えるとか、それが昔よりも頻繁にあるというか、僕が若いときよりかはやっぱりはるかに増えてきていると思うと説明。その上で、環境を変えることによって、 パフォーマンスがより高みを目指してできるってことは決して悪いことじゃないんじゃないかと思いますねと語った。